はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルウェブ主のピオタです。さあ、前回からの続きでやっていきましょう。おじいさんに味噌汁を売ったところの後ですね。一応今回の動画は2019年度 A1 企画、7時26分の分の動画となっております。はい、さあということで社長が何かほざいてますね。ね、これでセールスは終了じゃん？超ちょろいじゃん？じゃあノルマ達成するまでじゃんじゃんバリバリ売りつけるじゃん。社長、そんな格好だったの？お前段ボールの中に囚われてた方が見た目良かったわ。なんだそのピンクの。ピンクの人をバカにしてるわけじゃないけど、チャラくてピンクで、お前脳内もピンクのくせに服までピンクかよ。もう言うこと言うけどもさよ。さあということでいきましょう。いや休憩はいいよ、閉じましょう。定期的にああいう風な感じで休憩促してくれるのいいですね。切りやすいわ切りやすいわっていうその言い方。カズオさん、トメさん、イクゾーさん、トメさん行ってみましょうか。さあ訪問記録もないですし、行ってみましょう。さあトメさん宅行きましょう。ピンポン。はいはい、どなたかいね。こんにちは、私まる商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。はあ、こんなとこまでような気なさって。ほんの数分で説明は終わりますので。この町にこんな若い人が来るなんてね。お話だけでも聞いていただけませんか。最近はめっきり若いのが減って大変でね。さあということで始まりますか。予想以上におばあちゃん。さあ売りつけていきましょう。ありがとうございます。私丸々商事でアルバイトを務めております中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのはお味噌汁セットでございます。なんじゃなんじゃ、ご存知ですか。どうだったかしらね。こちらが今回のパンフレットでございます。字が小さくてよく見えないね。では私から説明させていただきます。セールスポイントを選ぼう。待って、日本先行発売、偏差値が40から62、モンドセレクション金賞受賞。モンドセレクションってなんだっけ。お酒とかのやつじゃなかった。日本先行発売の。ワイルドなはいいよ。ところ、どんなところでも通話ができちゃうお味噌汁ってなんだって言いたいよ。まあ、匠の技が光るんでしょうね、多分。日本先行発売、匠の技が光るお味噌汁セット、いいんじゃないか。こちらのお味噌汁セットはなんと日本先行発売。海外での発売は約半年後となっており、コアな海外ファンが来日して買いに来るほどの新商品。まあそれは嘘じゃないのかもしれない。味噌汁ってかコアじゃなくても味噌汁の人は買いに来るよね、多分。ちょこちょこ買ってはいくんじゃないかな。見てください、このクオリティ。その道数十年の職人の手でしか成し得ないきめ細かな仕事っぷりですよね。多分機械なんだろうな。日本全国探してもここまでのお味噌汁セットはそうそうお目にかかれませんよ。でもうまいな、語りが。なんちゃかすごそうじゃねえ。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、食う以外の選択肢をさあ入れるなってほい、あーきっ、あー聞いちゃったこのお味噌汁セット、お湯を注ぐこともお楽しみいただけるんです。バッキャローがってなりますよ水温はそれぞれ独自の周波数で音やリズムを刻んでいます待って、おめえ何を、もう
水音は全てのものの形を作っていると言っても過言ではありません。何宇宙の起源みたいな感じの飯してんの、怖えよ。味噌汁にお前何求めて食おうとしてんだ。さあ、あなたも世界を形成する音色を体験しましょう。すごいな、途端に怪しい悪徳商売感出ましたね。水の音は落ち着くからね。すげえことになってるぞ。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、さあ購入者のレビュー、お袋の味、カレーの味がする、出汁が効いている、これはお袋の味ですよね。正解は、早えよ。はい、まあ今回は見れたんでやりましたけど、早いな、やっぱ OK ですね。さあ、なんと 99.9% の方がお袋の味と回答されています。味噌汁はやっぱどこかしら懐かしい味が一番ですよね。そしてこちらのお味噌汁セット、特別価格で600円のご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ、まだ2個欲しいしか言ってくれてない。うん、あと50年は生きるつもりだからね。無駄遣いは。おいワードで客を納得させよう。さあ、プラスワード、黒いの以外。ほい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 、はいはい、眠い食の、おい、なんか眠いが今プラスワードだったぞ。眠いで。さあ、ということでこれで、そうじゃ、思い出した、この商品欲しいと思ったんじゃ。洗脳みたいな感じになってんじゃねえかよ。ジャンルボーナス 1.5倍、10個になった、でかっ。みんな待ってますよ、買わなくてもいいんですか。そうね、10個くらいならいいわよ。ちょっと惜しいな。わかりました、10個ですね、すぐお持ちいたします。セールス終了。10個か、でもテンションこれで10個なんですね。お、大富豪の男。話は大体聞かせてもらったよ。ぜひ私にもその商品を売ってくれないか。特別注文ボーナスチャンス。ルーレットを回して特別注文してもらおう。え？なんか、いや、やめておこう。なんか使ってますね。ルーレット1回。多分これはなくてもできるんでしょうし、今回やめておきましょう。次。残り1個かよ、販売数。そうだよね。あ、でもなんかセールスポイントもマックスまでいってない？あー、セールスポイントもちょっとダメだったんだ。で、使用例はまあ言わずもがなだよね。味噌汁で聞こうとするなっていう感じですからね。さあ、ということで、これはどうしよう。マップに戻ればいいの？さあ、カズオさん、トメさん来たので、イクゾーさん行ってみましょう。ヨシさん行きましょう。ヨシさんじゃないけどもさよ。さあ、行ってみましょう。イクゾーさん家へ。突撃、隣の晩ご飯。オラに何か用か？こんにちは。私、〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、金利をお伺いさせていただいております。お客さんだべか。あ、いえ、むしろそちらが、まあそうだね。でもそれは口に出してもよくはないことだよ。客と捉えていくのもそうだけども、あ、いえ、むしろそちらがって何？おめえが獲物なんだぜみたいな感じの言い方じゃん。うちの野菜さ、持ってってくんな。無農薬だから体にいいし、うまいっぺ。あ、ありがとうございます。優しい。おお、顔色が白。ありがとうございます。私、〇〇商事でアルバイトを務めております中田と申します。今回ご紹介させていただきたいのはお味噌汁セットでございます。そらなんだ、新手の牛か。こちらが今回のパンフレットでございます。もう牛小屋にこれ置いてっぺ。え、
牛小屋に置いてんの？いえいえ、今までのお味噌汁セットとはわけが違います。スーパーに置いてあるってこの前言われたけどな。さあ、空も飛べる美味しくなって新登場、日本先行発売。空も飛べちゃダメだよ。美味しくなって新登場、タケコプター的な扱いはできないよ。自己学習 AI 搭載の3歳児から使える 99.9% 除菌がでく、どれもダメな気がするぞ。3歳児から使える、美味しくなって新登場、3歳児から使えるお味噌汁セット、グッドだよね。そりゃそうだよ。こちら従来のものと比べてなんと約3倍のグルタミンを配合、旨味成分がアップしたことによってさらに美味しく生まれ変わりました。こちらのお味噌汁セットは3歳児からも使える安全設計。味噌汁に年齢制限を設ける時点でおかしいんだよ。3歳児といえば好奇心が最も旺盛な年齢、幼少期から慣れ親しめばその道のプロも夢ではありません。味噌汁を食べるプロなんてみんななりそうだ。さあ、こちらのお味噌汁セットでレッツ英才教育。すごいっすね。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、まあ1個あげるだけなんでね、何でもいいとしよう。せーりゃ食え、よっしゃ食った食ったって言い方もすごいですけど、このお味噌汁セットはフリーズドライの、あ、これは前回と一緒ですか。ギュッと美味しさを閉じ込めている、一口食べると旨味と香り、そして懐かしさが口いっぱいに広がる。こんな味噌汁初めて見るっぺ。全部の味噌汁に大体共通するぞ。いっぺん食べてみてえな。カマ振り回すな。さあ、これはエクセレント、 OK ですね。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、消費者のレビューを選ぼう。またお袋の味ですか。あ、見失った。カレーの味しちゃったよ。これ、でも今、シャッフルの結果一緒か？バット。当たり前に決まってんだろ。なんと 99.9% の方がカレーの味がすると回答されています。欠陥商品だよ。カレーとして売り出せ。今までとは一風変わったお味噌汁に興味はございませんか？そして、こちらのお味噌汁セット。特別価格で600円のご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。どうすっぺかな。オイバードで客を納得。さあ、行きましょう。お金が使いたい両親へのプレゼント、最近話題。お試し感覚で食の安全ワイドショーで、最近話題ワイドショー。結構振れ幅ありますね。でもまあ、2つに増えた。なら OK。ほら、この商品さ、買わねばいけねえ気がするっぺ。やっぱ洗脳じゃん。ほらの飼ってる牛くらいいい商品だべさ。そっか。まあ、そこ譲らないのはね、ちゃんと、なんか信念持ってる気がしていいわ。好感持てるね。さあ、ということで、ジャンルボーナス 1.5 倍。みんな待ってますよ。買わなくてもいいんですか？押すな、押すな。んだら、4個買うべ。嫁さんには言わねえでな。わかりました。4個ですね。すぐお持ちいたします。セールス終了。さあ、4つですね。はい。売り上げ。まあ、4つなんでね。一応これで、OK ですね。今回の。あ、セールスノルマクリア。レベルが1から2へ上がった。てれれれてててーと。さあ。まあ、レビューはバッドや。0点。悲しい。購入された方からの意見。お前、ちょっと偽造し始めてない？この顔の人、そんなこと言ってなかったぞ。じゃあ、今回は、ここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。